ザ・ラッキー・ドッグの映画ポスター・ローレルハーディはかつて、サイレントから、トーキーの時代にかけて活躍した、アメリカのお笑いコンビ。チビで、キオアナスタン・ローレルと、レブで、怒りんぼのオリバー・ハーディによる、このチームは、日本でも、極楽コンビの名称で親しまれた。ザ・ラッキー・ドッグが、コンビの初仕事だった。もともとは、ローレル、ハーディ両人とも、喜劇映画の大制作者。 ハルローチの下でコメディアンとして働いていた。1921年ザ・ラッキー・ドッグでコンビを組むこととなり、1927年にスリッピング・ワイブスで人気を得たことから正式にコンビを組んで活躍。笑いのスタイルとしては些細なことから争いが始まり、お互いにぶっ壊しっこうして、最後にはべてがめちゃくちゃになるというのが基本のパターンだった。 天国二人道中の関東場面その後、トーキーの時代に入っても人気が衰えることはなかったが、1940年にローレルとハルローチの間に圧力が生じたことから、二人してローチの下を離れてからは映画制作の際、制約が多く、前世時代に比べると精細さは失われた。1945年まで、 コンビ活動を続け、その後6年間のブランクの後、1951年に、フランスで出演した、アトール・ケイが2人の最後の共演となったが、晩年は2人とも金銭的に恵まれなかったという。コンビを組んで17年、長編、短編合わせて出演作は104本に上る。またこうしたコンビには珍しくし、生活でも2人は仲が良かったという。 1967年のビートルズのアルバム、サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドのジャケットに登場した。2018年には二人の晩年を描いた映画、僕たちのラストステージが公開された。1943年のローレルとハーディ・スタン、ローレル・イギリス、ランカシャー州、ウルバーストン出身。本名は、アーサー・スタンリー・ジェファーソン。俳優一家に生まれ、 1903年に少年パントマイム劇団に加わり、ミュージックホールで初舞台を踏む。その後、チャールズ・チャップリンも在籍していたフレッド・カーの一座に参加し、時にはローレルがチャップリンの代役を務めたこともあった。1910年に渡米、1915年に映画デビューして、以来、ハーディとコンビを組むまで50本の短編コメディに出演した。 1960年度のアカデミー賞でコメディ映画における創造的パイオニアとして特別賞を受賞した。結婚歴は4度。オリバー・ハーディアメリカ、ジョージワ州ハーレム出身。本名はノルベル・ハーディー。弁護士を志望していたが、1913年にハリウッドに出て、エキストラから早くとなってからは赤ん坊・ハーディーとして知られるようになった。結婚歴は2度。 玩ングの国、海賊ディアボロ、ユートピア。ありがとうございます。